オープン戦、楽天、広島、1日、倉敷マスカットスタジアム、3番、遊撃で先発出場した広島、小園海と内野手、23、がオープン戦初本塁打を放った、5回西で楽天の開幕投手を務める早川の初球を完璧に振り抜くと、打球はそのまま右翼スタンドに吸い込まれた、初回西では宇宙間へ二塁打。 3回西一二塁では遊撃への内野安打と試合前半ですでに3安打、3塁打が出ればサイクル安打という活躍ぶりで、開幕に向けて好調ぶりを見せつけている。